ベスト8第1試合呼び込みたいと思います。風磨の小太郎 VS テル出てきてください。ではまずは先攻後攻決めるじゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけんほい先攻で、では、風磨の小太郎にビートの選択権がございます。では、DJ ティグビートの方お願いします。ナイス DJ。 では続いて DJ マービーお願いします。2人ともナイス DJ ですね。では風磨の小太郎マービーさんで DJ マービーでいきたいと思います。8小節は3本です。準備の方よろしいでしょうか。ではいきます。先攻風磨の小太郎、後攻テル、レディーファイ。おいや、一回落ち着いてそうや、俺風磨小太郎ローローロー。おいや、ここからループやややや、飛ばしてくわわわ。 HR 消えて出るグッドショー、またこの舞台から飛び出してくだけ、これならゲン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 。わーや、俺シラフでもこんだけぶっ飛んでラップできるなんて、まったく何言ってんの。アイアイ出るグッドマッチョポイント、俺のオリジナルスタイルぶっ飛びたい。終わってる日本とお堅い頭、オナニーお披露目音楽やれ、俺より下げより俺にハマれ、お願い神様 Oh my god。 上に飛んでいくだけ、上に飛んでいくだけ、上に飛んでいくだけ、読み解け I'm ready now。 適当にやるだけ、シラフでまぶたべる俺の頭の中、お前と一緒かもな、かもな、かもな、ファッキンコロナ、やマジ DJ タイムで楽しめないやつ、オーバリーバゲン。ファックゴー、ファックゴー、あんたの言ってた通りよ、ファックゴー、ファックゴー、俺も稼いでる今日、だからファッキンゴー、やだからファッキンゴー、や静か、それか暴れる、適当にやってるからスローだでまたフラや、飛び出してくだけ、適度に踏んでるだけの奴らとは俺たちは違う。あいや、ちゃんと音楽俺ら持ってるや、適度にやるだけじゃなくてみんなで跳ねてるや。スペラサムサイオン、ダサいやつばっかりだから、ここ関西から上げてくのロッシー、間違いなし、街から街飛ばしてきた俺らの足、後から MIC から攻撃開始、テルライヒュー、チェックマイスティーズ、オーライ。終わることのないこの喧嘩、手が連鎖、もうつまんないこととかやりたくないからやることやる、簡単にはまらず言葉はめていくだけ、マッモフローにする、お礼の完璧なことリズム、oh yeah。 俺だって早口ちゃんとやればできるし、適当に言葉なラベルだけじゃない俺のレベル、だからラベルは剥がれる、どんどん上がっていくレベル、だからさまた俺レベルに勝った後、どんどんネクストレベルに上がっていくとこだぜ、フロー、yeah yeah、飛ばしていくとこ、わわ、まだまだ足りないから、俺この優勝勝ち取る、スクビジェットはやらせない、俺が決勝で上がる、はい、どんどん上がっていくスタイル、 U22 じゃ収まらない。アンダー22じゃ王様ライノモモ、俺らは同じだな、簡単に飛ばしていくこのスタンス、オンてかマジ関係ない、俺のラップの速さ覚醒剤だな、っていうか全然お前じゃ無理、つく BJ を待っています、オン上の方決勝から月曜ですよ、オンマイクのテストから全然レベルが違いやつらばっかだな、ファッコン、オン俺らのリズムに誰もついてこれないから、飛ばしてきたこの足跡からマイクアップ、オーイエー、終了。二人とも気持ちよすぎるっすね。最高のバトル、ありがとうございます。めちゃくちゃ疲れた。では、どちらか決めたいと思うので手と声上げてください。ではいきます。先攻風磨の小太郎、後攻テル、もう一回聞きます。先攻風磨の小太郎、後攻テル、いや決めれます。勝者風磨の小太郎、テルにも大きな拍手お願いします。わ、もうちょい偏ったらもう問答無用で延長にしようと思ったんですけど、ちょっと決めれたんで、テル何かありますか。9月30日に
出るんで EP が7曲入りので10月30日にも今日打ったリンネとかアマスラネとかティーストンとかを100円に入れた EP が出るんでよかったら聴いてください。ありがとうございました。はい、ぜひチェックしてください。テラありがとうございます。いや2人ともロジカルリリックのうまさが半端じゃないですね。風魔の小太郎来てもらいました。さあ、くじはどこだった？第1試合2番相手は決まってる？決まってないっす。まだ決まってないんだね。じゃあどう、誰が来てる楽勝かな。そうですね、なんか今日はいける気がする。来たよ、頑張って。だいぶ冷静なんで今日は。最近どう、バトルではずっと結果はついてきてる？いや、1、2回戦負けがずっとって感じ。もうみんなね、大好きなのにね。なんかベストバウトだけ残して終わる。それで動画の再生回数は超高いから。そうですよね。じゃあ今日はそれ払拭して、ね、いいとこ行きますか。優勝して。そうだね、乗ります。そうだね。どう、今日喧嘩してる相手とかはいる？いやでも U22 ではいないです。おーい。けど OB の方はちょっと全員強いで、えぐいよな OB。 ちょっときついですね。なかなかだよね。じゃあまあ軽く U22 トップ取って、はい、OB 倒して今日も全制覇で行きたいところだね。行きます。じゃあさ、最後カメラに向かって見てるみんなにメッセージお願いします。まあバトルも結構楽しくて出てるんですけど、 EP 出したりこの先もいろいろちょっと音源の方にどんどん行っていくんで、みんな曲聴いてください。お願いします。イエー、常に音を楽しむという音楽をやってる風魔の小太郎、ありがとう。はい、戦国アンダー22秋の祭典ということで、はい、てる君に来ていただきました。はい、どうもてる君。おいすいません。お前太り好きやろ。すいません。意味わからんやん。てる君に来てもらいました。ありがとうございます。てる君、今回の大会どうですか？全体的に友達がいるんでいっぱい。あ、おもろいなっていう。おそうですね。リンネ君のインタビューでテル君の名前も出てたんですけど、ね、楽しみみたいな。そう、なんか結構昔から、はい、面識があって友達。まあ。しゃってことで、さあそんなテル君が一番戦ってみたいなとか、この人の試合単純になんか第三者としてこの人の試合楽しみだなと思ってる人とかいますか？いないんですけど。特になしですか？ジェイさんはな。あ、スクビーさん。そう、はい、やってるんで勝つか負けるか気になるんですけど、はい、全然太ってんのもない。はい、まあ、まあ別にあんまり他の人とかで首突っ込まないようにします。なるほど。なんかちょっとそのあたり未明さんもすごい似てます。さっき未明さんにインタビューしたんですけど。いや、そうなんですよ。すごいなんか戦いたい人いますか？特に。いや、あれはクールぶっただけです。俺は興味ない。興味ない。俺は。はい。ということで、じゃあなんか最後にカメラに一言意気込みお願いします。頑張ります。頑張ります。ということで、てる君でした。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。